私実を言うとオーディションの日大風邪をひいておりましてですね、声ガラガラでどうなんか私はすごく可愛くやったつもりだったんですけど、ガラガラになっちゃって、もうこれは絶対受かるわけないなと思っていたら、受かりましたと言われまして、えと驚いたのが正直な気持ちですね。でその後なんか全然出番がなくて、やっぱり本当は受かってなかったんじゃないかななんて思っていたら、やっと仕事が参りまして気に入っているシーンとかセリフとかっていうのは、マシューちゃんが延々と自分の生い立ちを話す感があったんですけども、ビデオでいつものワシューちゃんじゃないワシューちゃんがずっと喋っていて、で最後にカラッとまたいつものワシューに戻るところがあるんですね。そこが私は非常に気に入っていて、とても好きなところでした。2000歳という非常にすごい年齢で、で体は子供でっていうすごくアンバランスなキャラクターなんですね、ワシューちゃんって。だから作るっていうよりもとってもこう幅の広い、低いところから高いところまでみたいなのがシーンによってとてもこう幅広く使うように、それがワシュちゃんのなんか本質みたいな感じがするので、そんなようなところを気をつけて、例えばですね、低い声だったらどこに行っちゃうんだろうみたいな感じで、高い声だったらワシュちゃん天才みたいな頭悪そうですね。火曜日の朝から10時からアフレコなんですが、実は朝まで飲んでスタジオに行ってしまいまして、でその日実は非常に、こんなこと言ったら不謹慎だって叱られるかもしれないんですが、非常に具合が悪かったんですよ、風邪気味で。でも飲めば治るななんて思って朝まで飲んでアフレコに行った次の日の苦しさ、これは大失敗でした。どの話数かというと、津波ちゃんが出てきた時の話数のビデオのところですね。ワッシーちゃんそんなに出番がなかったので、そんなには目立たないと思います本当に天地無用を応援してくださってどうもありがとうございます。お手紙などもたくさんいただいて、いつも楽しく読まさせていただいてます。私筆不精なのでなかなかお返事書きませんが、本当にありがとうございます。今後ともみんなと頑張っていい番組にしていきたいと思いますので、どうか一つよろしくお願いいたします。